やっぱり中国って人民元がビットコインみたいなもんなんですよいつ価値なくなっちゃうかわかんないであそこは土地も買えないしでも素晴らしい 意見ですねそれはね本当に俺は人民元はビットコイン以下だと思ってるから信用度は流通性もないで, <laughs> でも逆にデジ,タルデジタル人民元はビットコインみたいなもんだからむしろ普及しちゃったりとかするすかえっとね問題はねデジタル人民元になっても流通を全部国家がカントコントロールするんでということはビットコインよりも価値は低いんですよまあでもそれ分かんないじゃないですかみんなはえっと国内でそうするとねちょっとお金持った時に買うものがないんですよだからそれが僕 はじゃあ投げ銭でもいいかとかじゃあこ、このかわいい子が勧めてるこれ買ってあげようかとかな,なんか要は生きないでしかお金回せないお金に、うん、NFT がねすぐに投機化が来てものすごい値段つくじゃないですか、うん、あれのみんな持ってるイーサリアムとかがあぶく銭だからああいう使い方するでもよくなりましたよね、あのあぶく銭がね。モデルが ただ今、日本だと多分3000人ぐらい投機家がいるんですけど、うん、それ以上増えないんですよ、うん、そだからちょっとでもかつ好きなものだとすぐ NFT 買いますと言うて買うんだけど、うん、でもそれって本当に好きな人が買わない限りはあんまり意味がないので。まあまあまあ で結局、荒らされちゃってだから NFT のマーケットがなかなかうまく立ち上がらないのは、うん、大バブルのお金を持っている投 <laughs> 機家がいるからです、うんうん、まあ、でも、でそれはいい面と悪い面ありますよね。うん、まあ、あのここはもう少しあのうまくやっていかないといけないんだけど中国はだから国全体がそんな感じになってるで、うん。でもそれは悪いことじゃない,、ね、いや経済回すって意味では、うん、いいことなんだけどその,通貨の あの、淡水容器になっちゃうわけでしょ。そうね。<laughs> っていうのと、やっぱり本当にあの使え使いたい人のところにお金が回ってない。だ日本も成長期においてはそういう人たちちゃんとお金回ってたんだけど、今はもう。あの要は60以上の人たちが。